こんにちは、まさに6494です。今回はドラクエモンスターズスーパーライトの魔剣士を祭りし村やっていきたいかなと思います。祭りって読むんだね。さっき調べました。ボスだけがいいんだけど、そうも言ってられないよね。結構 HP 高いな。もったいねえ HP の使い方今。あ、MP の使い方。どうした？窓かよ。よし。はい、次2ですね。行きましょう。あ、結構省略された？多分省略されたよね。使い方来た。ここからちょっと自分で操作しようか。隣はそんな強くなかった。ちょい残っちゃったな。
ニクリオ。ギガデイ持ってるじゃん。次3。敵が多い。HP 高くなってきたね。よし、まあ、回避率上がった場合鉄く波動を持ってた方が結構便利ですよ。結構長期戦になると不利になってしまうパターンとかもあるので、何まで続くんだこれは。ちなみに次4。ああ、火のあるところに行った方がよかった。HP 低く。マジで言ってんの。ボスじゃねえだろ。さすがに弱すぎるぞ。マジで。あーまだった。次ラストっぽいな、なんか見た感じ。
本ジャッカルってやつと戦うっていうこと、目的がいささか分かってないんですけど、です。本気で生かしてもらう仲間呼ぶ系かよ。仲間がいなくなったか。終わりだ。さすがにもう終わりだろ。はい、ということでですね、魔剣士を祭り志村、これにて完ということで、これなかなかですね、まあそこまで難しくないかなっていう感じでした。まあただ途中の回避率アップのやつとか、ちょっと、なんだろう、いてつく波動を持ってないと、まあめんどくさかったかなっていうイメージはあるぐらいかなっていう感じでした。はい、ということでですね、今回は、ドラクエモンスターズスーパーライトの魔剣士を祭り志村でした。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。